これね、もちろん、ね、2月21日、猪木さんも、ね、登場してほしかったんです。そのこれはまあ現場に来るっていうのはまあ無理としても、こういう、ね、モニターとかあるので、ね、猪木さんのコメントとか流したかったんですよ。これ猪木さんが亡くなられて後々俺聞いた、その猪木さんから近い人に聞いたんだけど、猪木さんの誕生日が2月20日前日、前日なんですよ、でその猪木さんの近い人から後から聞いた話なんだけど、80歳になっての一番最初の仕事が武藤の仕事かよって言ってたらしいんですよ。それを聞いた時ちょっとね、去年のね、もう春ぐらいだよね。じゃあ1年ぐらい経ってそうですね、今頃もそうですね、徐々にもう股関節が痛くなっちゃって、で股関節がなんていうの、もう奇形してきちゃってるから、股関節もこのままいったら人工関節しなきゃいけないって言われて、股関節人工関節したらもう完璧にもうねプロレスできないんですよ。浅いからもうすぐ外れちゃうらしいですよ。だからもういや、じゃあもう遅かれ早かれという中でもうじゃあ引退しちゃおうかなって、そんなにいいアドバイス、先輩方がいいアドバイスくんないよ例えばこう最近共演の多い長州さんとか、ああもう俺の言う反対のことしか言わない、いや、なんか一緒に旅行ってる時とかポロッと言ったりもしてましたね。で長州さんの方からも、もう俺もねあんまり歩くのもつらそうだったんだよ、刑事そろそろお前もそろそろあれだろうっていう感じでちょっと促されたよう促されたりもしましたね。もう考えてないですよただ生きるこの一日のルーティンって変わんないと思うんだよ。やっぱり練習とかもして、あんまりね急になんかそういうのやめたら何も、なくなっちゃう、だから要は普通のおじさんになりたいっていうふうに、俺普通のおじさんになること自体が大変だから、骨の方がつびてくるともうアウトなんですよ、もう合わなくなるぐらい、だからやっぱり運動は続けていかなきゃダメなんですよ、だから普通のおじさんになるために必死に頑張るしかない、本当にノアに来てやっぱりね、このアベマがついてたり、ね、今のこの環境っていうのはペーパービューでやることもできればアベマでフリーで見させたりとか、はたまた、ね、レッスルユニバースとかでね、あれして、それがねワールドワイドに、ね、こうやって挑戦もできる、ね、世界で挑戦もできる、このこういうのはやっぱり俺がやってきたこの無糖商店と違うよな、だから、最後このノアで引退する気持ちも決心もついたと思うし、40年ぐらい、もう早く生まれ過ぎたかななんて思ったり、今の入ってくるやつひょっとしたらすごいチャンスあるんじゃないかなと思ったり、昔のこのね力道さん馬場さん猪木さんの時代っていうのは民放とのタッグでこうやって成り上がってたけど、もう違う時代にねマッチしたこのプロレス界なんじゃないかななんて思ったりして、タケルとも仲いいからさ、あいつからそういうことを聞いたから俺ペーパービューやりたくてしょうがなかった仕掛け人はじゃあタケルさん、またその K-1 とプロレスのその仕組みが違うからだけど、だけどやっぱりさっき言ったね近未来のプロレス界ってやっぱりそういう風にな世界にやっぱりいっぱい見られていっぱいねお金がもらえるとかそういう風な仕組みになってくると、どんどん新しい人材も入ってくるだろうし、でねいい
ように回っていけばいいなぁと思ったりとかしますよ。まあそれの先駆けになれば今回のねこういう引退試合がいいかなぁと思ってますよ。いやさっき言ったもうこっちのコンテンツっていうかそれが揃ってるっていうのが本当最大の魅力ですよね。あとはね人材だよな。まあ、だ人材はねどこの団体も欲しがってることであって、やっぱり俺引退試合でさ、内藤とやるんだけど新日本プロレス、内藤って俺のことをすごい好きみたいで、で内藤って1995年にやった俺と高田信彦戦を見てプロレスラーになろうと思ったらしいんですよ。だからね内藤戦ね1月、あだから俺の引退試合見てねプロレスラーになろうって思うやんようなね若者いたらいいななんて、増えたらいいななんて思ったりもして頑張りますよ。橋本真也ね、同僚であった橋本真也、あとノアの代表であったね三沢社長とかもね、みんな引退試合できてないからね、まあまあそういう部分ももしかしたら背負うことができたらその背負って、引退したいね。